乗って。今準備するからヘッドセットを装着して、編集しながら同時に見てもらうオンザフライ方式よ。いつでもいいよ。目に入るものを言って、私が見逃してることに気づくかもしれない。なんて暑さなの。異常な温度ね。続けて。聞き覚えがある。スカベンジャーの連中ね。スカベンジャーね。このファッションセンスは間違いない。スカベンジャーの女ね。人を切り刻むだけじゃなく、裏 BD の記録までしてるなんて。デッカー田中&ロジャースのロゴが入ったただの箱。関係なさそうね。どう？何か手がかりはない？レイヤーを切り替えてみたら？安物の人工コーヒー冷め切ってる。バッカースライスか。
届いたばっかりね。あのコーヒーを見る限り1日くらいは放置されてたはず。でもピザは新しかった。つまりバッカースライスをいつも食べてるやつがいる。でも味目当てであそこの店を選ぶわけがない。発泡スチロールみたいなピザよ。遠かったら絶対わざわざ買いに行かない。作業着にエレクトリックコープのロゴがある。作業着にエレクトリックコープのロゴがあった。衣装、小道具とか。作業着フェチ向け？それは考えにくい。なるほど。それなら温度のことも説明がつく。可能性は高いね。よし、近くにバッカースライスのあるエレクトリックコープの発電所を探してみよう。確かチャーターヒルにドンピシャの施設があったような。ちゃんとは覚えてないけど、行ってみる価値はあるかも。チャーターヒルにある旧エレクトリックコープ発電所。今はその線にかけましょう。これ以外の手がかりはなさそう。してられない。急ごう。ええ、一緒に乗ってく？ええ、行きましょう。了解。さっき見たばあちゃんのサンプルが頭から離れない。あのデスヘッドのスナフモの専門だとしたら、彼女をそんな使い方するなんて、よっぽど価値のわからないバカよ。どういう意味？生まれつきの彩色顕微なだけじゃなく、ドールのインプラントまで入ってる。そんな貴重な子そこら辺に転がっちゃいないもの。中に入るの？侵入経路を見つけて。私は残ってサブネットを調べる。建物の図面があるかもしれない。調べ終わったらすぐに合流する。それまではホロで話しましょう。分かった。